無理しちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。この先がアンダーゼロみたいね。ユーゴたちはきっともうたどり着いてるわ。急ぐわよ、リベリオンズ。ゴーバイ。嫌がったな、暴走女。まだこの程度でよかったぜ。あ、君、あなたも。君たちも一緒に来てくれるのか。あんたたち、何よ、今更どの面下げて。
そうか、あれね、先に進ませて雑魚をやっつけさせて、後から悠々と美味しいとこを持っていくっていうあれね。なんて卑怯な、なんて卑劣な、そんなこと絶対許さないんだから。一人で盛り上がってんじゃねえよ。俺はオタクをアンダーゼロに近づけたくねえだけだよ。うわそれはジャジャエンの骨付き馬肉だ。ジャジャエンの馬肉？選ばれたセレブしか食べることが許されないレジェンド級の肉だ。うわ、食いたいか？食いたいよな。そーら、やった。肉！ちょろいな。これだから単細胞の集まりだって言うんだよ。さてと、ここまで来たからには行くしかねえよな。ついでにユーゴとザクソンの連中も止めてやるのさ。のう、付き合ってくれるだろう？そうくなくっちゃな。
ここまでたどり着けたハッカーはこれだけか。思っていたより少ないな。途中であの不細工の声がしましたわ。おそらくあいつに足止めされてるに違いますやろうか。ノキア、さあ夕ご飯、これが最後のセキュリティドス。このセキュリティを破り、僕はエデンの真実を手に入れる。そしてエデンの秩序をこの手で取り戻すんだ。夕ご飯ならきっとハッカーの、いや、エデンのリーダーになります。エデンのリーダーだ？笑わせんじゃねえよ。おやおや、誰か思ったら柔道の元リーダー新田さんやないの。確かアンさんのチームは昔このアンダーゼロに挑んで負けて惨めに解散したんちゃいますの。へえ、よく知ってるじゃねえか。負け犬はおとなしゅう、尻尾を巻いてとっとと消えてんか。確かに俺たちは負けたさ。けどそのセキュリティに負けたんじゃねえ。セキュリティを破った直後、何かが俺たちに襲いかかってきたんだ。俺たちは何が起きたかわからないまま一瞬でアカウントを破壊され、エデンに近づけなくなった。あれは、あいつはセキュリティなんて生優しいもんじゃねえ。仲間の何人かはおかしくなっちまった。その時の恐怖でな。無事だった仲間も圧倒的な力の差に自信を失ってハッカーを引退。俺は警告に来たんだ。仲間を危険な目に遭わせたくねえならアンダーゼロに近づくな。その話が真実だという証拠はどこにある？君が僕たちの身を案じてわざわざここまで来たというのは少し説得力に欠ける。本当はノキアのアホを止めに来たんだけど、目の前でオタクらがあいつの餌食になるのを黙って見てるのもなんだか気分が悪いだろ。それが本当だとしても僕にはやめられない理由がある。たとえリスクが伴おうとも手に入れなければいけないものがあるんだ。さあさあ、余計なおせっかい焼きの出番はこの辺で終わりにしましょう。その幸薄顔も見飽きたどこや。そろそろ消えてもらいます。俺たちが二人で来たと思ってんのか。甘いぜ。黙ってて悪かったな。こいつらは昔の俺の仲間、柔道の元メンバーたちだ。かつてアンダーゼロを破ったメンバーが今回だけ火星に集まってくれたのさ。相手に不足はねえだろ。面白い余興どすな。元伝説のハッカーチームを倒して名実ともにエデンの頂点取ったりますぜ。人のため、デジモンのため、のたまる悪を退治する。その名もリベリオンズ。デジモンと人類をつなぐ希望の架け橋、ただいま誕生。元伝説のハッカーチームだとかエデンの頂点とか、私がいないところで話を勝手に進めないでよね。デジモンをこき使うハッカーども、よーく聞きなさい。デジモンたちはただのプログラムじゃない、ちゃんと生きてる生命体なのよ。だから今すぐデジモンを解放して友達として仲良くしなさい。ああ、
相変わらず空気を凍らせるのが得意なブサイクアンやわ。どうやら弾けない事情があるのはみんな同じようだね。ほな簡単な話やわ。最後に立ってたチームが勝者。せやろ。仕方ねえ、付き合ってやるぜ。行くわよ、絶対に負けてなんかやらないんだから。いざ突撃。俺が勝ったらおとなしく言うことを聞いてもらう。いいな。いいさ、僕が負けるとは思えない。思いのほか口の減らねえやつだぜ。君の方こそ。さあ行こうか。みんなよく頑張ったね。なかなかやるみたいだね。お前もな。君のような旧タイプのハッカーにはデジモンプログラムは使いこなせないと思っていた。ことデジモンに関しちゃリーククラスの専門家がいてね、持つべきものはってやつさ。それに何かとうるさいやつもいるしな。いくら説明されたかで興味おまへんな。わっちの興味はただ一つ、夕ご飯だけやさかい。ユーゴこそわっちのすべて。ユーゴを知ること、ユーゴを守ること、それがわっちの命の使い方です。
チが欲しいのはユンゴハン、彼女だけや。意外と一途なのね。性格はイケスかないのに、うっかりキュンとしそうになっちゃうじゃないの。ん？彼女？今一つ気づいたことがありますわ。ワッチとアンさん、よう似てるみたいどすな。ちょっと何を急に。やめてよ、そういうこと言うの。同族嫌悪ってやつやろうか。え、同族嫌悪？おしゃべりはしまいや。言うてもこの前ん時とそこまで変わってるとは思えません。一気に畳み込んだりさかい、覚悟しや。特訓して絆を深めて力をつけたもん。この前みたいに簡単にはいかないんだからね。せやったら暗示を楽しませておくれやす。ぶっ壊れておくんなまし。一気に決める。何が特訓や、何が絆や、口ほどにもあらしまへんな。これで終わりや。ほな、さいなら。マッハスティンガービクトリー。終わらない。私たちの温泉卓球は、カラオケオールは、ラブラブデジモン絆大作戦はこれから始まるんだから！なんかない。これは、はっ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 はー、見たか、私とデジモンたちの絆がもたらした奇跡。
さ。あんだけドヤ顔でデジバイス振りかざしといて、行き当たりばったりだったんかいな。我が名はオメガモン。友との確かな絆に今応えよう。そうそういうことだよね。私には全部分かってたんだから。ベイ、今度はさっきみたいに行かないからね。覚悟しなさい。その身で味わえ。道を進むだけだ。こんなことが。フェイ、あのデジモンは一体。何にせよ勝負ありみてえだな。それともまだ続けるか。どうして邪魔をするの。私は父が残した夢の世界を守りたいだけなのに。おいおい、なんだよ急にめめしくなりやがって。父がってどういう。はいはいはい、ご苦労様。あ、よく頑張ったわねお姉さん。ほんと感心しちゃったわ。リエさん、あとはもう休んでてくれていいわよ。あなたの役目これで終わったんだもん。ここにみんなを連れてくるのがあなたの優雅くんの役目だったの。筋抜き通りここにみんなを集めてもらったら、そしたら、なんだこれ、どうなってる。ハッカーちゃんたちってば本当にバカよね。手のひらで転がされていたとも知らず、こんなところまでのこのこと集まってくれてありがとう。あなたたちの未成熟で青臭い精神エネルギー、お姉さんが絞って絞って絞り尽くして、ああ